今回ご紹介するのは広島電鉄本線の金山町停留場です。金山町停留場は広島県広島市中区上町にあり、1912年大正元年11月23日に本線の開通と同時に山口町停留場として開業しました。停留場は相生通りの東端に位置し、周辺は広島市の目抜き通りで、オフィスビル、雑居ビルやマンションなどがひしめく地区です。本線はほぼ全ての区間で道路上に軌道が敷かれている併用軌道で、当停留場のホームも道路上に設けられています。ホームは低床式で2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置された相対式ホームになっています。線路の北に広島駅方面の上りホーム、南に広電西広島駅方面の下りホームがあります。車両の大型化に伴い、1973年から74年頃には停留場の延長工事が行われました。ホームにかかる上屋は1988年4月に取り付けられました。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。